隠蔽体制が続くのでじゃあ今までと同じかなといったらそうではなくやっぱこのね3期目に行けるかどうかというのが大きな壁だったわけですね。ここの分厚い壁があってこれを彼は突 突破したまさに突破しようとしている、まあ、突破したと言ってもいいそうするとですねここからはですね前途揚々たる未来が開けるみたいな感じになってくるわけですよ1期目2期目ここはですねよほど下手を疑い限り2期目まではいける年齢的にもね68歳定年ですからこれをですね慣例を破って69に突入するそしたらね3期目どころか4期目も視野に入れてんじゃないかなんなら終身工程を狙ってんじゃないかというふうにですね言われるぐらいなんですねですからここはですねもう突破してしまったらもうこれは大舞台にね 立ってしまったかみたいなねもう誰もこの勢い止めることができないまあ、これまでねこの3期目に入る上でちょっとあまり波風立たない方がいいということでですね外交関係もちょっと恩恵になって 嫌いもある香港下手打ちましたけども、できるだけもう新たなね、似たような問題が起きないように、ちょっとピリピリしていた感じはあるわけなんです。そして、安全に3期目に入るためにゼロコロナ政策をしたということもあるわけですね。だってずっとゼロコロナに来たわけだから、急に変えると、その政策は失敗だったんじゃないかということにもなりかねない。だから、いや、全部正しかったんだ、正しかったんだ、正しかったんだと言い続けて、もう中国経済がボロボロになるのがお構いなしに、ゼロコロナ政策を今も続けているわけですね。 動いいいたたというか分厚い壁を突破してしてまったわけですよ前人未踏のね、69歳3期目入ってしまったわけだから。ということはですね、今後は遠慮する必要がなくなるんですね。ですから、近平職を全開できるんですよ。これまで遠慮してたんですね。だってね、もう今回、江沢民も来なかったでしょ ?98 歳だっけまだ生きてるらしいですけども。あ、江沢民じゃないですからね。エイベックス関係ないですからね。江沢民ね、全然国家主席ですけども。あの方ね、一応生きてるようアピールの写真は公表されましたけども、出てきませんでしたね。 胡錦涛もね拍手を送ってまあまあってまあすごく近平も胡錦涛のことをね座る時に背中手かけたりなんかしてですねすごい慕っているかのような雰囲気にしてましたよ。それから主要旗という元ね首相がいましたけどもあの人は近平に結構厳しい発言をしたんですけども彼は出てこなかったですねもしかしたら出席しようとした時に交通事故に遭ったかもしれないし車が故障したかもしれないし家でボヤが発生したかどうか知りませんけどもそういう反対者は自然と来ないというね ことになったわけでしてですからもうそういう過去のねだからもうとりあえず胡キンとの関係を保っておけばあとはもうこの金平の勢いを止める大御所はもういないんですね江沢民なってもうまもなく100歳ですからねなのでこれからは金平が自由に思い通りに遠慮することなくできるだからねもう完全なる元々独裁者ではあるんだけどもその度合いがねもう誰も止められないものすごいところに彼は行ってしまう わけなんですそのことが中国にとってプラスに働くのかマイナスに働くのかそこが見物だとということです私の予想ですけどマイナスに働くんじゃなないいいかなという気がしています、まあ、本当にね金平が賢ければねもうここまでのし上がったんだからちょっとニコニコしてですね周りの国から敵対視されないような中国はねいい国なんだとだからね害悪を及ぼすことないから温かく見守ってねっていうふうにですねすると思うんです。ででもこれまでの習近平ロス これからもですねさらに増強していくような感じになりそうですからねだからまあね中国の人はもうかわいそうだと思うんですよねだってほらそうするとこれまで頑張ってきた中国のねネット企業なんかがこれからは国に吸い上げられるような形になってきてなんかどちらかというと社会就職が強くなりますからこれまでの毛沢東がしてきたこの改革開放政策っていうのを終わらせていくような流れになるわけですよ。そうするとと自由経済の中でねいろいろと工夫しない ながら伸び上がってきた会社がどんどん国有化されたりそういう会社がですねこれ以上活動できないように制約が入ったりとかしてですね国家情報法もありますからそうすると本当に真面目に仕事している中国の企業がね急に活動しにくくなる世界で仕事しにくくなるっていうそういう風になる可能性があるでこれは中国にとって大きなマイナスになると思うので果たして金平がねのびのびと何でもできちゃうということが基地と出るか強と出るかここら辺は注目ですね私はいい結果にならないんじゃないかなと思ってるわけなんです ですけども、武田辻康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー、動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします、えー、本家武田辻康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信していますよろしければ生放送も見に来てくださいね